大旅の滝の駐車場にやってきました。あそこが大旅の滝ですね。ちょっと水量少ないです。もう今日は10月の29日金曜日、トラフグの日ですが、紅葉はもうちょっと先のような感じですね。では先に進みます。到着です。駐車場いっぱいで岩倉山の方の駐車場まで止めに来ました。ここへ止めるの本当久しぶりですね。さすが紅葉シーズンです。でそこの土小屋の石碑のところ紅葉してますね。伊予の国1492メートル。かなり今日は寒いですね。気温10度切ってるような感じです。標高1492メートル、伊予の国。ではまずトイレ行ってきます。前回来た時は、あそこのトイレ工事中だったんですけれども、女子トイレの方はできててとても綺麗になってたそうなので、男子トイレも綺麗になってるか楽しみです。おお、温水便座になってる。これは嬉しいです。今日はお天気が良くて、カメラにもすごくくっきりはっきり見えてますね。では散歩します。登山口に向かいます。ここから登山口です。ルートはいつものルート、現在地ここですね。でここからずっと二の鎖三の鎖のところを通って山頂まで行きます。4.6 キロですね。紅葉してますね。最初は樹林帯の中を歩いていきます。まだちょっと紅葉早いかなって感じですね。この辺り第一ベンチに到着しました。はい、石津さんが綺麗に見えてます。今日は空気が綺麗でよく見えますね。こんにちは。やっぱり休憩せずに先に進みます。ここから登りです。日陰もないので、前はもう大汗かきましたけど、今日はちょっと肌寒いぐらいなので、だいぶマシですね。第2ベンチまで上がってきました。いや、疲れました。あそこ、紅葉してますね。第3ベンチ到着しました。ずっと西条の街が見えてますね。その向こうが瀬戸内海です。
天狗岳の下までやってきました。紅葉がとても綺麗です。はい、落石多発地帯にやってきました。景色はいいんですけどね、こんな岩がゴロゴロと上から落ちてきます。注意していきましょう。いや、遠くの山もすごく綺麗に見えてますね。はい、二の鳥居到着です。ここまでで1時間35分 4.36 キロ、累積標高320メートルです。ここからが厳しい階段が続きます。はあ、あ、お次様出てるじゃん。トイレまで上がってきました。いや、疲れた。階段の上りになりました。はい、上り3回。あ、氷張ってました。もっとやってパシパシパシ、はあ、寒いんだね。二の鎖の終点まで登ってきました。ここ降りたところですよね。いや、もう二度と登らないでいいです。はあ、怖すぎでしょうね。天狗岳山頂に人がいますね。おもごからの道との合流点までやってきました。最後のこの階段が難関です。つらら発見。もう雪降ってました。ここにもつららです。二の森見えました。あ、まあ、ぼつぼつ紅葉してるようですね。はい、じゃあ間もなく山頂です。あれが山頂小屋ですね。山頂小屋到着しました。で、ここに鎖輪の鎖が巻きつけられてます。サイズ感こんな感じです。はいはい、あー、そうそう、見えないね。あれが松山の町です。はい、一応あれは松山です。はい、三千山頂、まあ、これ1982メートルになってて、天狗岳の標高ですけど、天狗岳は西日本最高峰ですね。ここはまだ6メートルぐらい低かったのかな。あれが天狗岳ですけど、今回は行きません。うん、ここはね。いや、じゃなくて、この高さでも西日本最高峰にならないわけ。ならない。高いところがあるわけ、あそこ以外に。2番目はあれじゃない、剣じゃない。剣は何メートル？忘れました。まず参拝しましょう。はい、いや、本当に素晴らしいですね。うん、これだけ見えるの初めてかもしれないですね。あれが小松の町ですね。で、あれが西条の町ですね。で、向こうが新居浜ですね。で、山の名前知ってたら東海市とか分かるよね。はい、あれが多分剣ですね。あれ、はい、参拝終えました。ここまでで2時間13分 5.42 キロ、標高差506メートルでした。じゃあお昼ご飯にしましょうか。はあ、いや、天狗岳かっこいいですね。行きたいけどやめましょう、年寄りは。はい、天狗岳を見ながらランチです。今日のランチはファミリーマートで買ってきたいなり寿司ですね。それに味噌汁沸かして作りました。はい、鈴木でもらったドーナツで、おにぎりです。ではいただきます。はい、コーヒー入れました。
では鈴木でいただいたドーナツ、あすごいミニミニでした。二の森の向こうに九重山が見えました。いやまだ九州行かないといけないね。伊予富士が見えるじゃない。伊予富士の上の右側に高い山、一番高い山が剣山。伊予富士の真上のちょっと右側、うん、で室戸岬も見えてるじゃん。12時14分になりました。では下山開始します。いや今日は本当に遠くまで見えて、室戸岬や剣、九重山まで見えて感激です。ああ見えてるね。はい、階段のところにはまだところどころ雪が残ってます。滑らないように気をつけていきましょう。ここ凍ってますもんね。二の鳥居まで降りてきました。いや伊佐坂下りでも疲れますね。でこれ左行くと成就社の方で、我々は車を止めた土小屋の方に戻ります。第三ベンチまで歩いてきました。なんかここまで来るともう半分来たような気になりますけど、まだ1キロしか来てなくて残り3キロですね。はい、行ってください。その姿を撮って、この辺り紅葉が綺麗ですね。はい、青空と紅葉でいい感じです。はい、石槌もさらば石槌よっていう感じですね。で第2ベンチです。第1ベンチまで降りてきました。さっきこのカメラがなくなっていて、もう顔が青ざめました。ちょっとどれくらいですかね、20メートルぐらい、あの後ろに、草が生えてて、そこにこうこのカメラがあの首の部分が引っかかったみたいなんですよね。で気がつかない間にスポッと抜けていたというびっくりしました。こんなことがあるんだと。いやいや、でもあってよかったです。これも石槌さんの、あの神様のお導きですね。ありがとうございました。登山口まで降りてきました。はい、今14時7分ですね。山頂から2時間かかりました。では無事に下山できたこと、そしてカメラがすぐに見つかったことをお礼参りいたします。土小屋に到着しました。ここまでで4時間41分、11.67キロ、累積標高差581メートルでした。紅葉を見られてよかったです。で途中でカメラをなくして大騒ぎしましたけれども、なんとか無事に見つかって一安心です。ではまたお会いしましょう。じゃあソフトクリーム買いに行こうかな。はい、土小屋テラスモンベルです。ここでソフトクリーム買います。はい、ソフトクリーム来ました。モンベル割引があるかと思ったらコーヒーだけだそうです。残念。ではいただきます。うん、安定のスティアータ。
UFO 街道をちょっと走って石津さんが見えるポイントまでやってきました。でしかしここちょっと茂りすぎちゃってますね。はい、さっき登ってきた石津さん、これです。権現、そしてさっき登ってきた石津さんですね。そして向こうへ行くと亀ヶ森があります。亀ヶ森、小山の方は紅葉しますね。亀ヶ森から石津への縦走コース、ここを行くようですね。ずっとあの小持権現のところを通って土小屋まで行くようです。